ということで、広島の後藤さんですね、後藤君と僕で、2人で、今日は広島県広島市、僕の大得意なブレードジギングに来ました。どういった釣りでしたっけ？ガーッと巻くガーッと巻けばいいですね。今日ははるか丸さんというね、初めての船でスーパーアウェーな異色な2人でお届けしますんでね、よろしくお願いしますお願いしますお願いします初めての船だけど俺は三好に立っちゃうよ。そうですね、合ってるかな、俺合ってますか、これやり方。はい、やり方合ってますよ。わかります大丈夫ですっていうか俺朝からテンパって竿を間違えちゃう調子いいですね、今日は。調子絶好調ですね。絶好調ですね。ちょっと朝一釣っておきたいですねとりあえず安心してそうそう別にヤスがバンバン食ってくるわけでもないですね。あ、なんかほんとサワラばっかりで最近。そうなんだ。それはいいですね。それはいいんですよ。昨日は亀屋さん飛んでてブレード買いましたよ。初めてのブレード、フラットの 60g ね、やってみますよ。ブレードつけて後藤先生がシルバーがいいって言ってね、シルバーにして今そこから 15m ぐらい真っ赤くです。どうやってやったら当たるんですか当たってますね。当たったでしょ同じじゃないですか、ジグと。おっ、来たなんか来たありがとうございます。僕のお得意の青物ですね。安定ですね本当にサワラが釣れないサワラが釣れるまで帰れない。そうですね。はい、とりあえず1匹目。はい後藤君釣りますからね。後藤君はプロですからね、このその下りはやめましょうよし、サワラ釣るぞ。ゆっくり巻いてみたり、ちょっと気持ちよさそうですね。強弱つけてみたり。そうですね。チェックなし。いや、結構上までついてくるんですよ。うん、もう今いました。ヒューって書いてたんですよ。ヤズが。やっぱりヤズだ、俺は。ちょっと疲れてきちゃいましたね。疲れましたね。広島の正月は何を食べるんですか？広島の正月ですか？っていうのも僕、福岡に来て今4年経つんですけど、福岡って正月にブリを。お雑煮にもブリが入ってたりするんですよ。あ、そうなんですか。そうで、それ結構っていう。広島のお雑煮は牡蠣だ。そうなんだスープは透明ですか？それおすましな感じですね。ああ、そうなんだ。上品な感じですね。全然違いますもんね、地域によってね。そうですね。うちの母親が鳥取なんですよ。はいはい。なんか全然違うんですよね。味噌じゃないですか。味噌汁みたいな。ありますもんね。っていうか今日後藤君調子悪くないですか？マジでイワシ反応がない。そこで食いましたね。やっぱ早巻きっすわ。今日一早巻きしてみたんです。あ、マジですか。ですか。尺安。尺安ですね。尺安のいつもの。イワシ一匹で終わってほしかった。確かに、いや、それでよかったんですよ。イワシ一匹で終わってほしかったんで。悪いですね。イメージですけど、もっとあれ取るというか。あ、来た。安いや。よいしょ。安いやでした。やっぱりそこで食います。そう。目の前ですよ。目の前です。ヤズしか釣れんのかな、俺。ヤズに愛されてます。ヤズ釣りは本当に得意なんですよ。深いので。ヤズ釣らしたら俺家内はいないです。右に出るやついない。みんな10キロとか、8キロ。俺その中で100ヤズ釣ります。いるんこんなの。釣りをしてないこの今も大事だな。タイ狙ってないですか？狙ってないです。まさか。そう。なんか。すっげえとろまきして。いやいやいや。今めちゃくちゃとろまきしてましたよ。あ、本当です。多分ちょっと早すぎて、多分手の動きがゆっくりに見えるやつになってます。早すぎて。なんか来てる。なんか。あ、まずじゃないですか。そう。こういう時だけ喋らんくなっちゃう。いいですね。いいじゃない。おお、いいじゃないですか。おお、ナイスナイス。しれっと。ああ、これですよ。さすが先生。こんなトロ巻きしたくせに。実は最初トロ巻き10回ぐらいして、そっから引っかえたんですよ。おお、いいじゃん。おお。いやさ、これもんだ。いや、いいじゃないですか。おめでとうございます。なんかタイ狙ってたくせにな。それノーマル3000ですか？ノーマル4000です。でもノーマルの4000でも一巻き87ぐらいか。だったので。あれが7本ぐらい釣れたんですよ。ええ、やば。あれ80、90ぐらいですか？90ないぐらい。やっぱ80ぐらいからがいいですね。なんか船によって何センチからサワラとか。ああ、あるんですか。結構まばらな。60からサワラっていうとこもあるし、80ないとダメよとか。ああ。同じようなの使ったんだけどな、でも。そうですね。あ、ブレードがシルバーっすね。釣り方教えてくださいよ。人も行くわけですよ。ずっと巻いてますよ。遅いっすか、俺。いや、そんなことないです。俺これ結構早いですよ。この色。エクストラハイギアでした。はい。これノーマルですか。じゃあ速さじゃないと。逆に速すぎると。じゃあゆっくり。できられる。ちっちゃいのあります。こんなちっちゃい。幅みたいな感じの。まだこんなのどうだろう。いや一応ちょっと取っといてください。はい、ちっちゃいですけどやっと取れました。はい、ありがとうございます。せめて倍ぐらいのも釣りたいですね。3倍ぐらい。3倍ぐらいのやつね。ちょっと恥ずかしいですねあれは。ほとんどないですよ。ちょっと喜べなかったですね。なんかすごい細かったですね。細いし短いし。おおナイスサイズ。無言になっちゃってる。無言になってる。眠たくなってきた。あ釣りました。すいません。やばいなんか激しくなってる。すごい感じですかこれ。FG ノットです。強度が増しました。増しました。増しました。おしゃー。これはヤズ。やっぱりヤズだな。はい、おはようございます。ありがとうございます。笑ってんじゃないですか。笑ってんじゃないですか、僕のやつを見て。お前はどうせこれしか釣れねえだろう。いや。そんなこと思うわけじゃないですか。青物に愛された男なんで。愛されてますね。あ、いい感じですよ。明けです。嬉しいんですよ、これだから。だって引きは青物の方が楽しいですから。それはそうですよ。サワラなんか一瞬で終わるんだから。一瞬ですからね。サワラいいですよね。細かったですね。サコシ。細いし短いし。ですね。すごいシュッてしてましたもんね。結構サコシでも丸いの多いですけどね。めっちゃ言うじゃん。久々に見たなというかシュッとしたやつ。船長も言ってましたからね、この時期にこんなのいるんだっつってね。やっとそれはもしかしてこれはサワラ、これはサワラじゃないか。あれあれなんだよ、サワラじゃないじゃん今の。完全にサワラだと思ったんだ。あ、忘れた。期待しちゃった。すっごい期待しちゃったのには。尺安だったですね。尺安でしたね。写真撮りましょうか。すごいいいとこかかってる。やめてくださいよ。騒がしないですよね。やずがしな。やずがしなですね。まあこういうことなんですよ。ね。なんでも取れないの？ねえ、どうやって釣るんですか？今日三魚種釣ってますからね。え？イワシ含めてるでしょそれ。ヤズ5ですからね。ちゃんと数えてたんですね。数えてますよ。やっぱり騒がしいですね。どうやって釣るんですか。少し可愛いですね。ちょっとまさかサワラじゃないでしょうね。これですか。あれ？思い出しました。エイですなこれ。サワラ釣りに来てるんですからね。そしてサワラとエイ。今日これで4種目目。確かに全然引かないですね。しかもでかっ。今日一っすね。今日一っすね。でかっ。ビッグファイト。ビッグファイト。お、ぴったり。ナイス。でもこのサイズにしては早いっすよ、上げるの。やばい。怖っ。怖っ。ありがとうございます。いやー、さすがですね。そうですよね。巻いた瞬間ですよ。ありがとうございます。何キロぐらいあるんですか。10キロぐらいある。10キロはあるでしょ。すごい。ナイスファイト。今 A じゃないんですよね。いいじゃないですね。これやつだったら面白かった。人が釣るの見るのはいいですけどね。あ、切れた。あ、僕です。仲良しっすね。仲いいっすね。今日。お互いに当たった言って切れた。F 字に乗ってるっす。F 字に乗ってるかな。いや、いいっす、いいっす、いいっす、大丈夫です。はい。それ上げたら終わりましょう。お疲れ様でした。